ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな話を紹介するの？今回は、普通の僧侶が奇妙な依頼を受けちゃう話だ。何それ、面白そう。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、今まで紹介したすべての怖い話のリストも、概要欄にリンクを貼っていますので、よかったらご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回紹介するのは、某宗派の僧侶なんですが、奇妙でゾッとする恐ろしいご依頼を受けましたという話だ。すごい長いタイトルね。ああ、でもめちゃくちゃ面白い話だぞ。それでは聞いていただこう。先日、ちょっと不思議なご依頼を受けて、某花輪さんで有名な県に行きました。要件は、初めて電話をいただいた方から、最初は、お墓を新しくしたから、骨壺を移動させたいので来てほしいというものでした。俗に言う墓石の魂抜きから魂入れをしてほしいということでしたが、当宗派ではそういうことは基本的にやってないので、一旦お断りしました。そうすると、相手様から、それでも何かに多様なことができればそれでいいし、とにかく来てほしい。ということで何か必死な感じも受けたので、ご希望に添えない感じの内容になるやもしれません。などと宗派の教えを曲げるわけにはいかないので、何度かお断りしたのですが、何度もお願いされて、しかもだんだん切迫してきたので、心情的にも断りがたくなって、その時は日程を調整して折り返し連絡差し上げます、という感じで返答しました。相手の声は中年と思える感じの男性で、人捨てに私を知ったということでした。翌日、朝のお勤めをしている時間、おそらく一般的にはかなり早朝に、その方から電話があり、日時は決まったか？とにかく急いで来てほしい。的なことを何度も言われ、正直、こんな時間に電話してきて非常識、しかも何か複雑なことが隠されているんじゃないか、なんだか嫌な感じもするとも思いましたが、その方の声が半分泣き声みたいになってきたので、前日の夜に確認した自分のスケジュールを複数日お伝えして、ご都合をお伺いしました。すると、やっぱり一番最短の日時を指定されましたので、了解し、行く先の住所や今日読みに必要な個人のお話をお聞きしようとすると、こちらが迎えに行くので、その時に詳しく話します。と言われ、ますます嫌な予感が強くなりました。しかし、受けてしまったものはもうお断りできませんし、何より T さんはうちを知っていらっしゃるので、保護にするようなこともできない状況になっていました。もともと気が小さい部類なので、翌日に備えて、ご本尊にいつもより長く深く手を合わせて加えて、念のため、他宗派の友人からもらった特許書も持参することにしました。仏教勉強会みたいなものがあり、他宗派のことも少し勉強してますし、友人もいます。そして、翌日のお約束9時より早くに、T さんはお迎えに来てくださいました。電話の印象とは随分違った、優しげな気の弱そうな方に見えましたし、最初のご挨拶も、この度はご迷惑をかけて申し訳ありません。と、非常に丁寧で常識のあるものでした。お迎えに来ていただいたのは、電話をいただいた T さんとその奥様で、至って普通な雰囲気、自動車も一般的なものでした。件名だけは聞いていたので、なんとなくの時間を想定して、家族に、行き先と T さんの電話番号を告げ、出発しました。今日はお墓の移設の件でお呼びいただいたと思っていますが、ご家族様でしょうか？とお聞きすると、いえ、私たちには本当は関係ない人間なんです。ちょっと複雑なんで、電話では話せませんでした。周りにも聞こえたらよくないし、と T さんの返答。その時、二つの考えが浮かびました。真っ先に浮かんだのは、やばいやつって、次に思ったのは、いわゆる、水子的なものでした。すると奥様が、お坊さんのことは D さんから聞いたんです。とおっしゃいました。D さんとは、昔、教育関連の仕事で一緒にお仕事をした方でした。そうなら、早く言ってくれたら、事前に D さんに色々聞けたのに、と思いましたが、それよりも気になったのが、周りに聞こえたら良くないし、でした。そうなんですか、とか、相槌を打ちながら、その言葉が気になって気になって、すでに少々ビビっていました。周りって何？会話の流れそのままで、家族ならいいな、とか思っていると。D さんがですね、お坊さんなら優しいので、引き受けてくれるって言ったんでね。T さんが話を始めました。要約すると、T さんご夫妻は、冒険に仕事と住宅購入で、最近引っ越してきた。だから D さんを知っている。新築したが、それまでに数年間、ご夫婦で冒険のいろいろな場所を下見して、今の場所に決めた。山も海もあり、水も空気も新鮮、食べ物も美味しい場所。ご夫婦には子供がいないので、残りの人生をゆっくり過ごす場所が欲しかった。想定できる残りの年月で、不自由しない仕事量と蓄えを計画もしてきた。電話ではお墓と言ったが、実はお墓のようなものである。
もちろんここでいい？と思い、思わず声が出そうでした。なのでお墓みたいなものとは、どういうものでしょうか？とお聞きしました。普通の会話の流れだったところに、すごい違和感のあるものが出てきちゃったんで、私の声にも力が入ったのかもしれません。そのせいなのか、T さんよりも奥様が先に。すいません、騙すつもりとか、そんなんじゃなかったんです。と慌てる口調でおっしゃいました。いえそんな風には思ってませんから、大丈夫ですよ。というか、みたいなものって、石組みとか、石の積み上げてあるものとか、そういう感じのものでしょうか？と、車内の重くなってる感じの空気感をビンビン感じながら質問を続けました。T さんは、私たちもお墓みたいなとしか言えない、表現できないんです、すいません。とおっしゃって、すいませんを何度か繰り返しました。わぁ、もうダメかも。家事祈祷禁止されてるけど、もっと勉強しとけばよかった。とか思っていると、奥様が、でもお坊さんなら、見たらわかると思うし、大丈夫だと思うんです。とおっしゃいましたが、私はこの時点で正直逃げ出したかったです。そういうわけで、車中は重い空気のまま目的地に進んでいったのですが、私が思っていた中心部付近ではなく、冒険でも主要道から離れた、なかなか行くことのない地域に向かっていました。車中の重い空気と違って、晴れやかな外の風景は、逆に怖さを煽る感じさえしました。その間、T さんに何個か質問をしました。私にお電話いただく前に、地元の僧侶などには依頼されなかったのですか？もちろん、しましたけど。しましたけど？断られまして。隣の部落もダメで、隣の地域、隣の町まで探したけど、ダメでした。どういう理由で断られたんでしょうか？いろいろです。お坊さんみたいに宗派が違うからというところもあれば、檀家じゃないからと言われたところもありました。だから、お坊さんが引き受けてくださって、本当に感謝してるんです。うん、何かはぐらかされてる？そのお墓みたいなものを移設するのは移設するんでしょうか？それともそこで経読みするだけでいいんでしょうか？できたら移してほしいんです。うわ。こりゃ相当やばいな。現役の僧侶のくせに、恥ずかしながらそんなことを考えて、ますますビビりました。で、走行しながら、目的地近くに着きました。確かに山もあり、海もあり、晴れた日だったので、自然がより綺麗に見えました。初めて来た場所でしたが、私の認識では、海産物、柿や海苔が美味しいと聞いたことがある地域でした。途中の道の駅の駐車場も、観光バスや自動車がたくさんで、自分の嫌な予感みたいなものが間違いなんではないだろうかと思えたりもしました。T さんのお宅は、その地域の繁華街から山側に割と入った場所にありました。最近の和洋折衷な綺麗なお宅でした。私の地元でも似たような雰囲気の地域はあるし、特に変わった風ではないなと思った瞬間に気づきました。この街の繁華街からこの場所まで田舎ながら住宅が点在していたのに、ここに近づいてからは急に人家がなくなった。多分一番近い人家までは車でも数十分かかるような場所。でも森の奥とか山の奥とかでなく、周囲に田んぼや畑のある視界は開けた土地。土地も割となだらかだし、この辺に T さん宅以外に人家がないことが不自然に感じました。お宅に入れていただき、最初にリビングに通されました。こちらにお仏壇があるなら、最初に拝ませていただきたいのですが、とお尋ねすると、我が家に仏壇はないんです。とのこと、奥様がお茶を運んできてくださいました。お茶の味が分かったので、車中よりもだいぶ落ち着いたんだなと自覚しました。お茶をいただいている最中、T さんがまたお話をしてくださいました。お坊さんが来てくださって本当に助かりました。家に着いただけというか、お坊さんを連れて来られただけで随分安心しました。奥様も、お坊さんがここに来れただけでもすごく安心なんです。本当に最初とは違った笑顔ではないけど安堵の表情という感じ。お子様はいらっしゃらないということでしたが、こちらにはお二人でお住まいなんですか？ T さん、奥様、ほぼ同時に。はい。じゃあ、あの周りに聞こえたらってなんなん？周りに人家も全くないし。やっぱ何か非常にまずくないか？袖口の念珠を強く握りしめてご本尊を思い浮かべ、怖い目に遭いませんようにと何度も念じました。では今回の詳しいお話をお聞きしてもよろしいですか？そうですね、すいません。お坊さんはここがどういう土地かご存知ですか？いえ、柿と海苔が名産物ということくらいしか。そうですね、海産物は有名ですね。あと、この地域では、豚とか鶏とか家畜も地産品なんですよ。はぁ？ここには屠殺場があるんです。しかも随分昔からの。はぁ？私たちは全く知らなかったんです。はぁ？私たちはそういうことは知らないで、知らされなくてここを買ったんです。家畜の供養とかそういう方向かな？その時はその程度に考え始めていて、ビビり具合も少し引き始めていました。
お坊さんに嘘を言うつもりではなくて、お墓みたいなものではなくて、お墓と最初にお話ししたのは、最初からこのお墓みたいなものの話をすると、他で全部断られたからなんです。すいません。本当にお坊さんに申し訳ないです。でもそう言うしかなかったんです。ああ、近隣の僧侶から断られたって話にリンクして言ってんだな、と思いました。で、そんなお話をお聞きしている時でした。だいたい昼の12時過ぎ、真っ昼間、窓の外は天気で明るく綺麗な自然が見える中、話をしているリビングは、この家の入り口、玄関、廊下、リビング、キッチン、ってな感じの場所にあり、あとは廊下の途中に2部屋、2階への階段も見えたので、2階にも部屋があるようでした。そのリビングのフローリングの床から、突然、誰かが手のひらで思いっきり叩いたかのように、と大きな音が鳴り、足に振動が伝わりました。僧侶なので、いわゆるラップ音的なものや、無人の場所で人の声的なもの、うっすら影的なものなどを見たり聞いたりしたことは正直ありましたが、こんなにはっきりした音と振動を感じたのは初めてだったので、うわっと声が出てしまいました。T さんは、無言だったと思いますが、奥様は同じく、キャッと悲鳴を上げました。で、間髪入れずに、キッチンの奥にある窓が、ガタガタと音がして揺れました。私が座ったソファーの真正面だったので、はっきり見えたのです。また、うわっと思っていると、その窓のガタガタが大きくなって、もはや、見間違えとかのレベルは大きく超えて、誰かが外から思いっきり掴んで揺らしているかに思えました。こう書きながら、今でもゾクッとして鳥肌が立ちます。何ですか？これ、恥ずかしげもなく私は口にしました。T さんは目をそらしながら。これも一つなんです。え、一つ？お坊さん、すいません、これだけじゃないんです。どうか助けてください。え？本当に助けてほしいんです。お願いします。え？そのうち、窓のガタガタは収まりました。もう完全にビビった状態でしたが、それよりも、こんなはっきりした不思議な現象が起きるものなのか、そっちに考えが移っていました。馬鹿げてますが、某テレビ番組、なんとかリングのドッキリなのかとも考えました。T さん、奥さん、わかってること全部話してください。私に何ができるかわかりませんが、今の状態だと全く理解することができません。そうですよね、すいません。この家は一昨年から建築が始まって、去年の春に完成して、去年の夏過ぎまではこんなことは何もなかったんです。それが、去年の夏か秋口くらいに庭でバーベキューして、そのゴミ、土に還るような生ゴミを堆肥にしようと思って、畑にする予定だった場所を耕した時からなんです。さっきみたいなのが始まったんですか？はい、というか、最初はその畑の予定地を耕そうと掘り起こしたら、カキ殻が大量に出てきたんです。困ったと思いながら、少し別の場所を掘り起こしたら、小動物というか鳥の骨が出てきてしまって、だったら最初のカキ殻の場所を深く掘ってそっちに移そうと思ったら、今度は中型の動物、まあそうです、豚です、豚の骨が大量に出てきたんです。ここがさっきお話ししてた、屠殺場の亡きがら埋葬地だったってことでしょうか？私も最初はそう思って役場に駆け込んだんです。でもそういう記録はないとの一点張りで、だから写真も撮ったりしてそれを持ち込んだんです。でやっと見るだけ見るってことになって、だけど、あ、写真がこれです。うわ。大量の骨、しかも尋常じゃないほどの骨、T さんの言う通り、カキ殻も混じっていました。骨も大小、あと、なんとなく新しいものと古いものが混じってるかのような写真でした。これはひどいですね、って対応してくれたんでしょ？それが、こうやって写真もあるから、お坊さんには信じてほしいんですが、こんなにあった骨が、役場の担当者が来る日になったら、綺麗に消えていたんです。え？え？って思うでしょ？でもなくなってたんです、全部。だから、役場は対応できないってことになって。え、この証拠写真は？信じてもらえませんでした。実際役場の人間は見れなかったんですから。で、その数日後からなんです。町ぐるみの嫌がらせとか、そういうのは？それも考えました。でも、さっきの音とガタガタ、お坊さんも見たでしょ？あれ、誰かが嫌がらせでやってる感じしましたか？いえ、でも写真が。写真があってもダメなんですよ。そのものがないと。で、役場の人間が来た次の日、やっぱりあるんです。え、骨？はい、今日もあると思います。見ていただきたいんです。お願いします。私は携帯を持って、T さんと奥様と一緒に庭に向かいました。骨があるなら、私の携帯で撮影しようと思ったからです。玄関で下履きを履いている最中にも、と音がして、どこかの窓がガタガタと揺れる音もしました。私たちもバカじゃないから、この音も録音したりしたんですよ。でも、骨との関連はないと言われるし、そもそもこれは何だって逆に聞かれて、こちらが困っているんです。慌ててムービー機能で録画しようとしましたが、すでに現象は収まっていました。で、3人で庭に出ました。
入り口から右回りに歩いていくと、海の見渡せる景色のいい庭に出ました。敷地の一番端っぽいところに、ふにゃいなブルーシートが広げられていました。もう僧侶という立場ではない感覚でした。何か不思議なことが起こっているらしいし、実際に音と振動は聞いたし、見た。それは間違いない。ビビリの私なのに、このあまりにもはっきりした不可思議な現象に、興味が強まる一方でした。ブルーシートに近づくと、周辺の芝生が少し枯れた色になっていました。雰囲気は十二分でした。T さんにブルーシートをめくっていただく前から、念珠を握り、口にはしなかったですが、経を唱えていました。ブルーシートがめくられると、T さんの言う通り、不快になるほど大量の骨と、カキ殻などがありました。ほら、あるでしょ、この通り、お坊さん、見えるでしょ、これ、ここ、これ。この嫌な光景を目にしながら、また不思議な違和感を覚えました。匂いがしない?T さん、これだけ骨やらゴミ、というか、いろいろなものがありながら、匂いしませんよね?ずっと土に埋まっていたからじゃないですかね。それよりもお坊さん、見えますよね?はい、見えますよ。私の携帯で写真撮っていいですか?はい、どうぞどうぞ、お願いします。ひょっとして撮影できないっていうよく聞くパターンか、と思いながら撮影ボタンを押すと。無事に撮影できました。T さん、ちょっと触ってもいいですか?もちろんです、どうぞどうぞ。私は素手ではさすがに触る気がしなかったので、近くにあった小さなスコップで、一番手前にあった骨を触ってみました。コツン、感覚はありました。実在している物体でした。その後、他の骨も触ってみましたが、やはり感覚はありました。その時、奥様が、あ、と小さく叫びました。声の方を見ると、奥様が自宅の窓を指さして、後で確認したら、キッチンの窓でした。あれ、あれと、私に見るようにという仕草をしました。T さんの奥様が指を刺された先を見ると、文字通りあっけに取られました。それを見た時には、驚くことも声が出ることもなかったです。そこには、T さんのお宅の窓枠を、両腕で握って、振っているような動作をする、灰色の作業服を着た男性がいました。この世のものではないというのは、流れでも雰囲気でも十分理解できていたのですが、なんというか、真っ昼間の大都市の上空に、細部まではっきり見える UFO が現れた、というような感じで、あまりにもはっきり見えすぎて、驚いたりできなかったんです。多分数秒だったと思いますが、フリーズしていたと思います。その私に T さんが、お坊さん、あれです、あのシャツの男、あれもなんです。と慌てながら、でも小さな声で話されました。え、シャツ?私には、はっきりと灰色の作業服の男性が見えていますが、T さんは、シャツの男とおっしゃいました。T さん、シャツの男ですか?え、お坊さん見えてないんですか?あれが。いえ、男性は私にも見えているんです。え?でも、シャツじゃなくて、灰色の作業服なんです。え、汚れた T シャツじゃないですか?泥まみれの。自宅を出てここまで約4時間、こんな短時間、しかも立て続けに不可思議なことが起きて、加えて、これまでこんなに、おそらくこの世のものでない方が、はっきり見えたことはありませんでした。作業服のシワ、窓枠を掴んでいる腕の手の甲の汚れまではっきり見えていました。でも、T さんは汚れた T シャツという、一気にいろいろなことが起きすぎて、頭がうまく働きませんでした。先に書いた通り、私たちの競技では、カジキ等やマジナイの類は一切禁止されています。漫画のクジャク王みたいな、タイマシみたいなことはもちろんできません。T さんも、奥様も、きっとそういうことを望まれているんだろうとは、瞬時に感じました。どうしよう、と思った時に、特許証を思い出しました。袖から慌てて取り出して、そのまま作業服の男性に、念珠と一緒に向けて、名号を唱え、さらに、加えてご本尊の梵字の音読みを口にしてみました。これは正しい作法ではありません。とっさにやってしまっためちゃくちゃな自己流です。どうかお浄土に、と必死に願いました。その間に、しっかりと作業服の男性に目を向けました。白髪なのか、乾いた泥なのか、白髪混じりに見える頭部、やや日焼けしていると感じる腕と首回りなど、今でも思い出せます。でも、顔がよく見えません。少し、半歩移動すれば、普通なら横顔くらい見えそうな距離感、位置だったのですが、なぜか顔がよく見えません。作業服のシワまで見えているのにです。なんとなくですが、もっと強く念じた方がいいんではないかと思い、ほんの少しだけ、目を閉じてそれまで以上に強く名号を念じてみました。これもほんの数秒です。すると、T さんの、消えた、という声が耳に入りました。奥様の、ああ、という声も聞こえました。目を開くと、作業服の男性はいなくなっていました。前に突き出した両手を下ろすと、T さんと奥様から、次々に、ありがとうございます、と言っていただきました。何がうまくいったのか、全くわかりませんでしたが、とりあえず、窓枠をつかむ作業服の男性は、その場からいなくなりました。その時、不謹慎ながら、あ、T
携帯で画像か映像を撮ればよかった、と思いました。Gさんと奥様にお聞きしましたが、やはり撮影などはされていませんでした。男性が掴んでいた窓枠に近づきました。ひょっとしたら掴んだ形跡が残っているかもと思ったからです。もちろん、何もありませんでした。あんな泥だらけの腕で掴んだのに、ということは、やはり実体のあるものではない、ということになります。そこからまた急に怖くなってきました。どうすればきちんと対応できるものか、必死で考えました。どうすればいいかを考えている時に、ふと、ブルーシートの中書きになりました。作業服の男性が消えたってことは、もしかしたら、骨が消えているんじゃないか？それを T さんに伝えて、シートをめくっていただきました。骨はありました。じゃあ、作業服の男性と関連はないのか？またわからなくなってしまいました。奥様にも促され、一旦リビングに戻ることにしました。その場で丁寧に合掌をして、室内に戻りました。T さんも奥様も先ほどの偶然を想像以上に勘違いされ、私のことを漫画のタイマシみたいな風に思っている期待感みたいなものが、ひしひしと伝わってきました。私はそういうことができる僧侶ではないこと。先ほどのことは単なる偶然であることを正直に言いましたが、これまでのストレスもあったのでしょう。それでも、さっき目の前でできたから的な解釈をされたようでした。お茶をいただき、改めて整理をしようと提案しました。まず、去年の夏か秋に骨が見つかり、それから不可思議な音や窓の揺れ、先ほどの男性が現れるようになった。しかも、骨は写真に写り、触れる実体物なのに役場の職員が来た時に限って消えていた。他にはありますか？誰もいない場所から人の声が聞こえることもあります。どんな風に、何を言ってるかわかる感じでしょうか？とかそんな感じの男性の声だよな。と奥様に同意を求めました。はっきりした人の会話みたいなのは聞いたことないんですけど、動物の鳴き声とも違うんです。主人の言うように人だって思えるような、人の声に聞こえる声なんです。で、先ほどのお庭での件ですが、私には作業服を着ているように見えたんです。ようにというか、灰色の作業服がはっきり見えました。私がこれまで見てきたのは、さっき言った通り、いつも汚れた T シャツ着てます、なあ。そうですね、私も男の人は汚れた T シャツを着ている人です。なんで見え方に違いがあるんだろう？そういえば、この部屋で最初に窓が揺れているのを見たとき、ガラスの向こうには何も見えなかった、これも何か矛盾してる。庭で見たあんな風な掴み方してたら、こちらから丸見えのはずなのに。しかし、まさか人が揺らしてる感じで揺れていたのが、本当に揺らすようなことしてたとは。この土地って、もともとはどういう土地だったんですか？私も気になって調べたんですけど、記録が残っている分では、もともと耕作地で、バブルの時期あたりに宅地に転用したみたいなんです。元の所有者に聞いても、書類維持に必要で、小屋みたいなものは建てたことはあるが、うちみたいな本格的な建屋は初めてとのことでした。何か因縁や怨念、事件があったとかはない感じなんです。でもこの付近、他に人家が少ないですよね？そこが気に入った部分でもあったんで、これまでは全く気にしてませんでした。近所っておかしいですが、近くに住んでる人たちに何か聞いたりはしましたか？なんだか、僧侶というか、もう警察か探偵みたいな感じになってます。変な噂が立つのは困るし、こういう田舎だし。私たちは、いわゆるよそ者なんで、遠回しにしか聞けてませんが、聞きました。でも、何かこういうことの原因になるような話は、今まで出てきたことはありません。もともと、なんだかここの人たちは、あまり親切ではない感じはしてましたけど、住んでこんなことが起きるまでは、綺麗な自然と風景をすごく気に入って、気にならなかったんです。主人が言った通り、田舎に来たよそ者だから仕方ないけど、何か干渉してくるわけではないから、こちらからも積極的に交わるようなことはしてませんでしたし。だから、近くのお寺と神社から断られたと、最初は思ってました。では、私に見えた作業服の男性に何か覚えとか、何か心当たりみたいな。最初に車の中でお話しした通りで、私たちには覚えのない関係ない人間だと思います。私、あの男性のお顔を拝見しようとして最後まで見えなかったんですが、T さん、奥さん、顔は見たことありますか？お坊さんも見えなかったですか？私たちも男の人というのは確実にわかるのに、顔は一度も見えたことないんですよ。でも、作業服ということも一度もないと思いますが。そうですね、いつも T シャツの姿なんですけど。お二人の会話に、少々気になる箇所があることには気がついていたのですが、今はそれよりも、一刻も早く何か対策をして、収められるものなら収めて、移設するなら移設を完了させて、早く帰宅したいと思っていました。そう考えていくうちに、ふと嫌なことを思いついてしまいました。ビビりのくせに、不思議な話、怖い話、UFO、ユーマなどに興味がある私は、
T さんたちと私では、男性の服装が同じに見えないこと。でも、その顔はお互いはっきり見えない。もしかしたら、例のブルーシートの下の穴にある骨に人骨が含まれているのではないだろうか？それで供養を望まれていて、それを伝えるために、不可思議な現象を起こしているのではないだろうか？通常の供養みたいなことをすれば、ひょっとしたら全て収まるのではないだろうか？という風に推理を展開しました。が、もし推理通り人骨があったとしたら、事件、警察沙汰になるなぁ、とも思いました。その素人推理をお二人に話しました。もし、お坊さんがおっしゃるように人骨が見つかったら、事件ですよね。え、殺人事件とか、そういうのですか？いや、そう決まったわけではなくて、殺人とかは違うと思いますが、何かそういう弔われていない方の意思みたいな現象に思えたので。あれだけたくさん骨があったら、確かにわからんかもしれん。え？お坊さん、具体的にどうしたらいいですか？私も確信ないですし、どうなるか正直わからないんですが、まずは、ブルーシートの下からできるだけ全部、掘り起こしてみませんか？出てきたら、どうするんですか？本当に人の骨が。でも、そうしないと何も変わらないから、やるしかないかもしれん。私は法衣を着ていたので、直接お手伝いできず申し訳なかったのですが、ブルーシートの下を掘り起こして、大きさ、種類別に出てくるものを分ける作業が始まりました。その間、すぐそばで合唱しながら、経を唱え続けました。お二人は休むことなく、1時間くらいは掘り続けたと思います。最終的には多分、畳4枚分くらいのスペースに、みっちりと敷き詰められました。不謹慎な言い方ですが、頭蓋骨が出てきてたら確定だったんですが、その頭蓋骨らしきものが出てこなかったのと、人の生死に関わる立場ながら、お医者さんでもないので、どれが人骨なのか、そもそも人骨があるのかどうか、掘り起こした状態の骨では、さっぱりわかりませんでした。そこで、私がお二人に、正直この中に人骨があるかどうかわかりません。でも、これだけの骨が出てくるというのは、やはり普通ではないと思います。なので、この骨を全部まとめて、今日これから弔って、例えば、敷地の端っこにでも、丁寧に埋葬し直して、木にかけてあげたらいかがでしょうか？と提案しました。まさか、ここまで出てくるとは思ってなかったし、不思議とこれだけのものが出てきても私、ここから引っ越したくないというか、引っ越そうという気持ちにはなれないんです。もちろん、引っ越すお金もないですし、これだけのものを見てしまったら、なんかかわいそうになってきてしまって。カキ殻は別にしても、動物の骨はおっしゃる通りを弔いしないといけない気がします。私も不思議なんですが、あれだけ嫌だった気持ちが、なんか、主人と同じで、急にかわいそうじゃなくて、哀れに思えてきました。先ほどまでの嫌な空気が、だんだん和んでいく方向に変わっていくのを感じていました。T さんは、敷地の端、広葉樹のあるところの近くまで行って、私に、ここでいいでしょうか？と尋ねられました。いいと思いますよ、その木が母標にもなるでしょうし。T さんと奥様は、大きさ別に丁寧に骨を運び、その後一緒にカキ殻もすべて運ばれました。そして改めて、その木の下を掘り始められました。私は何かほっとした感じになって、気を緩めていました。その時でした。穴を掘っている T さんが、あ、と大きめの声を上げました。どうしました？と、私が近づこうと、T さんに向かい始めたとき、穴を掘って出る土を運んでいて、私の後方にいた奥様が、あ、と大きな声を上げました。え、何が起こったの？どちらの方向も見ましたが、とっさにどっちに動いたらいいのかわからず、またフリーズ状態になってしまいました。お坊さん、こっち、こっち。そう言いながら、T さんが掘っていた穴から飛び出したのが見えたので、条件反射でそちらに向かいました。お坊さん、穴。T さんが穴の中を指さします。が、何もありません。掘られた、普通の空間があるだけでした。どうしました？え、あれ、いない。さっき、あの男が私に向かって拝んでたんですよ。掘った穴から、私に向かって拝んでたんですよ。突然出てきて、だからさすがにびっくりして。あ、奥さん。私は慌てて奥様の方を振り返って、奥様の状況を確認しました。奥様は私たちの上、木の上の方に視線を向けていました。私は近づいて、奥さん大丈夫ですか？と聞きました。はい、大丈夫です。大きな声出してすいません。さっきまであの木の上にあの男の人がいて、それでびっくりして声が出てしまって、主人を見てる感じで木の上にいたんです。でも、お坊さんが近づいたら消えていって、お坊さん、見えましたか？いえ、私には今回は見えませんでした。天国に行ったんでしょうか？天国というのは私たちの言葉ではないのですが、浄土ですね。極楽浄土って聞いたことないですか？まああれです。言葉はともかく、そうだったらいいですよね。埋葬終わったら、改めて法要いたしましょうか。
そう言って改めて気を見ましたが、特段変わったものはありませんでした。このような場合への対応はもともと私たちにはありませんので、自分なりにふさわしいと思う経を唱え、私なりのお弔いの形を取らせていただきました。先日に余計な気を回して用意した末光を、しかも上等な、という表現は適切ではありませんが、白檀を焚き、お二人にも教本をお渡しし、同音でお浄土への成仏を、人間、動物、その穴に埋葬されたと思われる全てのものに対して、祈らせていただきました。まだ夕方にはなっておらず、この分だと明るい時間に帰宅できるなと思っていました。またリビングに戻り、一応、無駄かもしれないが、埋葬した骨に人骨が混ざっている可能性を役場に話した方がいいこと。もちろん、不可思議な現象については無駄に話さないこと。もし、役場の人間が相手にしないならそれでいいし、何かあれば私に連絡をしても構わない。などを話していると、奥様がこう言いました。庭の件は、本当にお坊さんのおかげで助かりました。ありがとうございます。いえ、こういうご縁も正直珍しいですが、お役に立てたなら幸いです。本当にありがとうございます。いえ、いえ。それでですね、最初に主人がお話ししたお墓みたいなもののことなんですが。え？ちょっと、待ってください。今、庭で行ったことじゃなかったんですか？すいません、実はあれは一つなんです。え？だって骨とか、あの男性とか。でもお墓みたいなものじゃないですよね。骨捨て場みたいなところだったですが。え？じゃあ、別なんですか？はい、申し訳ありません。お墓みたいなものは、2階にあるんです。はぁ、嘘でしょ？何だったの今までの出来事。十分不思議体験させていただきましたし、ビビリで大麻痺でもないけど、相当頑張りましたよ。私。うわぁ、無事に家に戻れるかな。そのままの心境が相当表情に出てたんだと思います。D さんが土下座に近いポーズで。お願いします。さっきもお坊さんのおかげで救われたんです。だから大丈夫だと思うんです。とおっしゃいました。いや、さすがにちょっと。さっき言った通り、あれもまぐれみたいなもんですから。こんなこと、現実としてあるんかいな。案外夢かもしれんな。現実逃避みたいな思考になってきました。そういえば、庭の骨の話の時も、一つって言ってたな。正直におっしゃっていただきたいんですが、さっきの骨とその2階のことと、あと他にも何かあるんでしょうか？いえ、あとは、というか、本当にお願いしたかったのは2階の件で、あとはそれだけです。お坊さんが来て先に、あの男のことが起きたんで、2階の話をしてる余裕がなかったんです。本当にすいません。でも、さっきの話だと、去年庭で骨が出てから色々起こり始めたって。はい、そうです。2階のも、それからなんです。だったら、もう収まってるかもしれませんよ。はい、そうだったらいいと思ってはいるんですが、念のため一緒に2階に行っていただきたいんです。ちょっと待ってください。2階に関連して起きる症状というか、現象をまだお聞きしてないんですが。あ、そうですね。というか、本当に失礼な発言だと思うんですが、そこまで色々あって、よく引っ越しませんね。私、一応僧侶ですが、相当怖いです。というか、本気で引っ越し考えた方が良くないですか？すいません。すいません、言い過ぎました。申し訳ありません。精神的にも、だいぶやられてきているのが、自分でもわかりました。なんだか、普段感じないイライラを感じていました。D さん、実は、車中でお聞きしてた件で、気になった箇所があったんです。はい、なんでしょうか？お二人で住んでいらっしゃって、お子様はいらっしゃらない？近くに人家もない。なのに、D さんは、周りに聞こえたら、とおっしゃいましたよね。それは、2階に関係あるんですね。はい。奥さんとの会話にも、先ほど庭の件でお話ししてて気になった箇所があるんです。はい。T シャツかどうかの話の時、男の人は、っておっしゃいました。はい。ということは、さっきの男性以外にも、人的なものが他にいるってことですね、その2階に。はい、2階にだけ、ってことではなくなってきてるんですけど、主にそうです、すいません。本当にどうにかなるんかいな。そう思いながら、もう片方では、なんだか非常に腹立たしくなってきていて、妙なやる気というか、勘違いな使命感みたいなものを感じていました。2階で起きたこと、起きてること、お二人が困ってることを具体的にお聞きしたいんですが。はい、すいません。始まりはお話しした庭のバーベキューの後ぐらいからです。今はあの廊下のところの部屋で寝てるんですが、前は2階の海が見える部屋で寝ていたんです。すごく見晴らしも良くて、それがあの後から突然。人の気配とかじゃなくて、あのお墓みたいなものが部屋に出てきたんです。2階の寝てた部屋に突然浮かんでたんです。浮かんでた？はい。やはり見ていただくのが一番いいと思うんですが、
うまく言えないんですが、SF 映画みたいに CG ですかね。あんな感じで部屋にぼんやりお墓みたいなものが浮かんでいたんです。もう驚くしかなかったし、そこから音とか声みたいなものが聞こえてくるんです。音とか声とかだけじゃないんです。主人の言ってるものから、人みたいなものも出てくるんです。出てくるというか、こんな感じでぼやーっと出て浮かんで、たまに下に降りてきたりもするんです。嘘じゃないんです。ここまで来ればもちろん少しも疑ったりしてませんから安心してください。で、どれくらいの大きさで、どんな形なんでしょうか？できたら紙か何かに書いていただけますか？奥様が紙とペンを持ってきてくださり、D さんが書いてくださいました。こんな感じです。だよな。はい、こんな感じで大きさはどうでしょう。これくらいです。紙には長方形と正方形が組み合わさった、確かに墓石に見えるものが書かれていました。大きさはだいたい30センチから40センチ四方くらいな感じでしょうか。あと、これがあって起こる嫌な目というか、そういうのは、もう存在そのものです。そんなものが四六時中部屋にあって、いや浮かんでて、そこから音とか声とか、人みたいのも出てくる、そういうの、とんでもなく嫌ですよ。物理的にというか、体に感じる痛みとか、苦しみとか、そういうのはないんですか？そう言われたら、そういうのはないですが、ストレスがひどいです。精神的に苦しめられてますし。だから、もう半年近く2階には上がってないんです。何しろ怖いんです。わかりました。というかわかってないんですけど、2階に行ってみましょう。ただ、私に解決できるかどうか、本当にわかりませんから、そこはご了承ください。それと、私以外に誰かにこの話しましたか？いえ、骨までは知ってる人はいますが、ここまで話したのはお坊さんが初めてです。3人で2階に上がる階段へと向かいました。こんな時だからでしょうか、何度も書きますが、基本的にビビりなので、嫌なことを思い出してしまいます。その階段の下に着いた途端、昔本当にあったで見た。階段の上から、ぼんやりとした白い洋服の女性が降りてくるが、いつまで経っても胸以上の部分が見えない。でも確実に降りてくる、胴体が異常に長い女、という映像を思い出しました。やっぱビビってんな、自分でなんかおかしくなってしまいました。では上がりますよ。D さんを先頭に階段を上り始めました。とにかく何かあれば庭でやったことを速攻でやろう、それだけは決めていました。階段を上り詰めると D さんが、あ、変わっとる、とおっしゃいました。何が変わったんですか？前よりもはっきり見えるようになってます、おい。と奥様を呼ばれました。奥様も、本当に、前はこんなにはっきり見えてなかったと思います。もっとぼやっとした感じだったのに。私も、二人の後からその部屋に入りました。すると、そこには先ほど書いていただいたような、墓石のような物体はなく、蝶や、蛾のさなぎみたいな物体が、本当に浮かんでいました。さっき書いていただいた形と、随分変化してますよね。D さんと奥様ほぼ同時に。いや、一緒でしょ？お坊さん、お墓みたいなのに見えないですか？なんでこうなるの？私には、蝶花蛾のさなぎみたいなものに、模様が入ってるものに見えます。庭の作業服の時と同じ現象でした。多分、理由など考えても、現状意味がないと思ったので、ちょっと写真撮ってみますね、と言って、携帯で撮影に挑みました。書き忘れてましたが、私はまだガラケー使ってます。2014年製のものです。これはさすがに映らないかも、と思いましたが、素直に、カシャッと撮影音がしました。その瞬間、さなぎがブルブルと震えるような動作を始めました。うわ、け。お二人にも先ほどとは違った状態になったのは見えていたようでした。早々に携帯をしまい、庭と同じように、念珠を持って合掌し、両方の親指で、突起書を押さえながら名号を唱え、梵字の音読みを口にしました。すると、最初にこの家で体験したような、という大きな音と振動がして、それから急にものすごく臭い匂いが漂い始めました。臭い、と思いながら唱えを続けていると、D さんが、お坊さん、何かすごく臭い、ものすごい嫌な匂いがしてきました。とおっしゃいました。何か今私がやってることに、正しいか誤りかわからないけど、反応はしてると確信しました。臭い、臭い。D さんも奥様もそう何度も口々に言いましたが、そこから逃げ出すようなことはしませんでした。その間も、という大きな音と振動は続いています。私も何が正解かわからないので、唱えを続けました。体感では5分くらいでしたが、実際はもっと短かったんでしょうが、やはりその間長く感じました。そして夢中になって繰り返していくうちに、庭と同じく、目を閉じてご本尊を強くイメージして、嫌なものを払うということでなく、成仏していただくという気持ちを強くしました。見えてない閉じた目の中で、なんか空間が、ぐにゃっという感じで曲がった気がしました。あ、消えた、お坊さん、消えましたよ。D さんが大きな声でおっしゃいました。
ほっとして目を開けると、T さんと奥様が手をつなぎながら、ぴょんぴょんと小さく跳ねていました。あ、すごくいい匂いに変わってる。ほんとだ。すごい。多分ですが、庭で炊いた白檀の香りでした。奥様が、いい香りと言いながら、その部屋の窓を開け始めました。せっかくのいい香りなのにすいません。半年近く閉めたままなので。お坊さん、本当にありがとうございます。こんなに。すごいですね。と T さんが握手を求めてきました。いや、本当にお話しした通り、まぐれなんです。たまたまなんです。だから勘違いしないでください。私が何か特別な技とか能力を持っているわけではないんです。でも、あの庭も、この部屋も、全部終わらせてくれて、私たちを助けてくれたのは間違いないです。あの、多分なんですが、嫌なものを払う的なものは、私たちの教義には基本ないんです。だから、庭でも、ここでも、私は浄土に行ってほしいと願ったんです。単純に、それが良かったのかもしれません。だからお二人も、一緒にそう願っていただけませんか？そう言って、また庭と同じようなお弔いを行いました。同門の大先輩の言葉に、会話4種に体系化される、奇界、誤解、可解、と、深海である、というものがありますが、私には今ここで経験したことがどれに当てはまるのか、そんなことを考え始めてしまいました。どうせ説明がつかないんだから、とも思ったのですが、何かすっきりもしない？小説やドラマ、映画などではないので、現実ってこういうものでしかないんだろうとも思いましたが、何かすっきりしない気持ちに納得がいきませんでした。T さんと奥様に散々お礼を言っていただき、良ければご馳走したいから泊まっていってほしいとまで言っていただきましたが、明日の予定もあり、丁重にお断りして今日中に帰りたい旨を伝えました。随分と長い一日だったなぁ、というか本当にこれで終わったのかな？いろいろと思うところもありましたので、お二人に正直にそのことも告げて、帰路につきました。帰りも T さんご夫妻が送ってくださったので、車中でいろいろ話をしました。T さん宅から出る頃にはまだ日が残っており、周辺を再度、一とは違った見方で眺めていました。しばらくすると最初の人家、ある意味お隣さんのお宅が見えてきました。あっと私は声を出してしまいました。え？ T さんが急ブレーキを踏み、車が停車しました。お坊さん、どうされました？何かありましたか？あのお宅の屋根、見てください。キャー。その人家の屋根にはものすごい数のカラスが止まって、溜まっていたのです。本当に初めて見るくらいのものすごい数でした。あまりの光景だったので携帯で撮影しましたが、窓ガラスを下ろして撮影をしようとすると、なぜか大半のカラスが飛び立っていきました。音を立てたわけでもないのに。あれ、何か関係あるんですかね？わかりません。でも飛んでいったし、T さんのお宅じゃないから大丈夫だと思いますよ。そういった瞬間、私は、わっと声を上げてしまいました。T さんも、奥様も、どうしました？と大きな声を出しました。すいません、携帯が急になったんで驚いてしまって。すいません、本当にビビりなんです。T さんも奥様も笑ってくださいました。ただ場を和ませようとしたわけでなく、急にメールが届き始めたのです。留守電着信がどんどん届きます。同じく通常のメールも。なんで T さんのお宅で届かなかった？普通に不思議に思い。あの、T さんのお宅の範囲って携帯圏外じゃないですよね？とお聞きすると。え、そんなわけないでしょ。じゃあどうやって私がお坊さんに電話できるんですか？ははは、そうですよね。すいません。留守電を車中で聞くのもなんなので、メールを見ると家族からでした。大体の時間しか行ってこなかったので、普通の仏事にしては時間がかかりすぎていて、しかも電話も繋がらないので、心配しての内容でした。冒険の最果てに近い場所まで来てるので、時間がかかった、今帰ってます、と返信しました。余計な心配はさせたくないので、不可思議な件は話すつもりはありませんでした。とにかく、細かなところで変なことが起きる日でした。無事に帰宅し、T さんご夫妻はとても丁寧にお礼を何度も言ってくださり、帰られました。帰り際に、もしまた何かあれば連絡ください、とは言いましたが、何も起こってほしくはありませんでした。その日はもちろんぐったりで、風呂の中で寝てしまうくらいの疲れ具合でした。さっき書き忘れましたが、帰宅後は、真っ先にご本尊に普段以上にお礼を伝えました。風呂上がり後は、夕食も取らずに寝てしまいました。翌日、疲れを引きずりながらお勤めを果たしている中、どうしてもすっきりしないので、そもそも T さんご夫妻はどういう方たちなのか、聞けてない話があって、それがあの起因になってたりしないか、ということを T さんに聞いてみることにしました。T さんとは、もう3年以上お会いしてなかったんですが、そんな私をなぜ推薦したのかを、直接聞いてみたかったのもありました。携帯番号にかけましたが、呼び出しはするけども、電話口には出てくれません。
数時間後にかけましたが、同じ状態、翌日も同じ。さすがにおかしいなと思って、翌々日に電話して出てもらえなかったら、会社に電話しようと思いました。その日も何度かトライしたら、昼過ぎのタイミングの電話に反応がありました。もしもし、D さん、〇〇です。ご無沙汰してます。はぁ、違いますよ。と、女性の声での返答。え、D さんの携帯ではありませんか？いえ、違います。大変失礼しました。かけ間違えたかな？再度かけてみました。するとやっぱりさっきの女性。なんで？私、2年前からこの番号なんで、前の方、番号変えたんじゃないですか？なるほど。そういうことか。先日の件が影響して、何でも不可思議なことに結びつける自分が恥ずかしくなりました。女性にお詫びを言って、D さんから以前いただいた名刺を探しました。そして代表番号に電話をし、〇〇と申しますが、D さんをお願いします、と伝えると。D ですか？失礼ですが、どちらの〇〇様でしょうか？と何か不信感を持った声で尋ねられました。数年前の三角三角でご一緒にお仕事させていただいた〇〇なんですが。ああ、時の。と声色が急に普通に戻りました。私かないです。ご無沙汰しております。あ、奥様でしたか。ご無沙汰しております。で、D さんをお願いしたいのですが。申し訳ありません。D は3年ほど前に亡くなったんですよ。もしもし？あ、すいません。お亡くなりになられたんですか？知らずに大変失礼しました。申し訳ありません。あ、いえ、お知らせ届いてなかったですかね？ D さんは3年前に心不全で亡くなっていました。ゾッとしました。じゃあ T さんはいつ私を推薦されたのか？何が何だか、ますます混乱し始めました。なので、T さんに電話し、いつ D さんから私を紹介されたのかお聞きしようと思い、すぐに電話しました。もしもし T さん、坊主です。あ、先日は本当にありがとうございました。あれから家の空気がすっかり変わって本当に助かりました。あれからおかしなことは一切起きてないです。それどころか、もう、あれなんですよ。匂いがね、お坊さんが炊いてくれた白檀の匂いが残ってる感じで、家の中が元通り明るくなって、家内もものすごく感謝してるんですよ。あ、それは、よかったですね。お役に立てて幸いです。でも他の人に私のことは言わないでくださいね。本当に解決するような能力とかないので。もちろん、あの日もお約束しましたし。うちだって、そうそうこんなことあったなんて言えませんから、安心してください。お約束は守りますし、お坊さんはうちを助けてくださった方なんですよ。感謝ばかりです。ちょっとお聞きしたいことがありまして、よろしいでしょうか？はい、なんでしょう？D さんからいつ私を紹介されたんでしょうか？もしもし？はい。D さんから、いつ頃、どういう風に私のことをお聞きになったんでしょうか？お坊さん。はい。もう全部解決したんですから、終わりにしましょうよ。え？お坊さんはうちを助けてくださった。それでいいじゃないですか、もう終わりにしましょう。え？では、失礼します。電話は切られてしまいました。なんで、これ、何？ますます混乱する中、この話を書き始めた6月14日に、外出から帰宅すると家族から。昼間、仏事のお尋ねの電話があったわよ。あなた指名で、D さんからの紹介なんですって。と言われ、今日までその混乱が収まっていません。もう2日経ちましたが、そのお問い合わせの件に、私はまだ電話できていません。家族からも、早く連絡しないと失礼だから、と毎日言われていますが、怖くてできません。で、携帯で写した写真3枚、確かに保存されていたのですが、最後のカラスの屋根の家以外の2枚は、真っ黒な状態にしかなっていませんでした。PC に写して、フォトショップでコントラスト上げてみたりもしましたが、真っ黒な状態から変化はありません。証拠が何もないので、最初に書いた通り、僧侶の立場もあり、身近な人間に話すことができないんです。ここまで不思議で変な出来事に遭遇したのは初めてです。創作でないので、オチなどもないのですが、読んでいただいた皆さんで、何か感想みたいなものをいただけたら幸いと思い、多分ですが書いてみました。長々申し訳ありませんでした。読んでいただいた方、ありがとうございました。何かご意見いただけましたら幸いです。合唱。結局、D さんの紹介って誰が紹介しているんだろうね。さあな、謎が残ったよな。でもすごく面白かった。皆さんはどう思われましたか？コメントもらえると嬉しいぜ。それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。